はい、ハロです。今回もね、メディウムを使ってたくさんね、モリモリしていこうと思います。2022年をね、マジでこういうね、絵の具を持った動画が多いです。まあ2021年もそうだったんですけど、いろいろね、変化を加えながら描いていこうと思います。で、このね、メディウムとホワイトを混ぜていくんですけど、結構ね、質問で、例えば赤い背景を塗るときとかって、メディウムに白を混ぜてるけど、赤を混ぜた方が楽なんじゃないですかみたいなコメントとかね、来たことがあるんですけど、赤を混ぜてももちろんいいんですけど、まあ私個人的には白を混ぜて上からね、色を塗った方が、この白が若干透けてくれるので、よりちょっと透明感があるイメージになるんですよ。なんかね、なんか違うんですよね。上から塗った方がその色の違いがすぐ分かるし、どこが濡れてどこが濡れてないかっていうのも一発で分かるので、下に色を置いちゃうとすでに色がついてるんで、塗り残しがね結構見つかるんですよね。なので、まあ、私はまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、一回白を塗って上からね細かく塗り足していく方がまあ個人的に好きかなというふうに思います。で、いつもね青い海ばっか描いてるんで、たまには赤も描いてくださいってコメントがあったので採用させていただきます。まあ、確かに青い絵の具をいっぱい使いたくて、青い海がね多くて、コメントとか見ててもなんか「はるさんは最近青い海ばっかでつまらん」とかねなんか残念とか言われて、えって思ったんですけど、でもそれでも海描きたいのでちょっと描かせてください。本当に申し訳ないんですけど、まあ思いますよ。 YouTube をねもうかれこれ 3,4 年ぐらいやってて、まあこういう絵描けば伸びるんだろうなとか思うんですけど、まあ数字をね気にして描きたくない絵を描くよりは、ちょっとの人しか見てもらえないかもしれんけど、私はねやっぱこう海描いたりとか、まあ、自分が好きなもの描いてる時間が楽しかったりするので、まあ、よかったらねそれをなんかこう発信というか共有できればと思ってやってるので、もうちょっとでいいんで、もう少しだけできればお付き合いくださいませちゃんとね人間とかも頑張って描きますでね、まあ、夕方の海っていうことで、まあ、夕方なんですけど、夕方になりかけみたいなね、上が青で、まあ、また青使っちゃってるんですけど、青から黄色、オレンジ、赤につながるこの空のね美しくできたグラデーションもぜひ見ていただければというふうに思います。結構青とオレンジのグラデーションって、まあ、色的にも結構難しいんですけど、濁っちゃったりするんでね。でも今回はね結構パパって描いたにもかかわらず、めちゃめちゃいい感じにできたんですよ。なんかさ、絵の具ってすごいツンデレやなって思うんですけど、どんだけ何時間も頑張ってもめちゃめちゃいい色にならんくて、無理やんと思ってパパって適当に描いたら、めっちゃ綺麗にできたみたいななんか何も考えずにやった方がすごい綺麗な色になって焦る時って結構ありません？私だけかなはい、そんな感じでまあ話それたんですけど、ヤシの木描いて完成ですね。ここまでありがとうございました。他にもたくさんいっぱいいろんな動画上げてるので見てってください。じゃあバイバイ。